APEX 女子の役に立ちたい。 APEX をやる初心者から上級者の男、全てが思う共通の感情です。今回プチオールさんという APEX 女子とご一緒させていただく機会を得ました。初心者が APEX 女子の役に立つべく実践した3つの方法を紹介していきます。APEX 女子の行きたいところへ行き、敵を全滅させる。これを実践した真の男には、APEX 女子の包み込むような声で名前を連呼されることでしょう。あの、この上にね、はいはい。ああ、あそこだ、あそこに、あの、調査ビーコン。なんだ、次の、そうなんですけどね、怖くていけないな。いや、とりあえず行っちゃいましょう。え、マジっすか？おお、やるー。やりますね。次のリングの場所が分かった。マップを信じろ。標的を発見。あ、分かんない分かんない。あー、やられた。違う。ダメだこりゃ。このように一つ目の試練をクリアし、二つ目の試練へと密かに移行します。レベルの高い進化シールドを渡し、自分は弱い進化シールドで敵を全滅させる。ボディシールドを発見、レベル4だ。俺さんレベル4、俺さんレベル4、いいっすよ。あー、マジ、え、マジですか。いいっす、いいっす、いいっす、いいっす。おー、ありがたや。助かる。緊急脱出を開始。よっしゃ、終わった。まだまだ上げるぞ。やばい。やばい。いやー、一人ぐらいはやりたかったな。二つ目の試練でサクッと敵を全滅させました。もう少しです。 APEX 女子の眼差しは確実に私に向いています。ここで最後の試練です。皆さんも経験があると思いますが、激戦区により修羅場と化した戦場で周囲の敵を一掃する仲間を見た時にキュンとなってしまうこと、キュンとさせた状態でチャンピオンを取ることが重要です。激戦区において全ての敵を殲滅、そしてサクッとチャンピオンを取る。あれを取れるか。よーし、来い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 。なんかあるか、なんかあるか、なんかあるか、これだー。こうねやろー。そこにいるか、そこ、そっちか。いやー、もうダメだ。よいしょ、そっちいます。 OK です。ごめんなさい、倒れちゃいけないのに。男はヒゲヤも肝心です。スマートにスッとパーティーを抜けましょう。噛んだりもたもたしてはなりません。いや、ありがとうございました。本当にすいませんでした。いえいえ、とんでもないです。またよろしくお願いします。じゃあちょっと、はい、またぜひ、パーティー離脱します。はい、お世話になりました。いや、こちらこそお世話になりました。お疲れ様でした。はあ、これでいいんです。これで